ちは。野菜を美味しく食べるための動画、朝倉チャンネルです。今日は新物のアンチョビが入荷しましたので、この時期だからこそ味わっていただきたいアンチョビ手巻き寿司を作ります。このアンチョビは朝倉オリジナルのアイテムで、かれこれ輸入も10年になりました。人気のわけはズバリ他にはない美味しさだからです。他とは何が違うのか、今日はそれを少し説明したいと思います。まず新鮮なカタクチイワシの生のみを使用しています。そして水揚げしたカタクチイワシを即処理し、天日塩で塩漬けしています。そして何といっても熟成期間を定めているっていうことなんです。言い換えますと、必要以上に塩漬けをしないということになります。美味しくなった時点で塩から出し、水で洗い、そして手作業で骨を取り除き、フレ状に瓶詰めしています。熟成が理想的な状態になった時に、エキストラバージンオリーブオイル、オルチョサンニータでオイル漬けにしています。オイルに浸った状態でじんわりゆっくり追熟するので、美味しさが封じ込められたアンチョビとも言えます。また新物は身に弾力があり、今日のようにそのまま手巻き寿司に食べたり、パンの上に乗せてブルスケッタにもとても合います。時間が経過し、そして気温が高くなると熟成が進み、旨味が増し、身も柔らかくなっていきます。この熟成は18度を超えると急速に進みますので、ご家庭では冷蔵庫で保存してください。また開封後ですが、一切れ一切れ取り出していくとオイル分も一緒に減っていきます。アンチョビの身がオイル分からはみ出てしまうと、変質したりカビたりする原因になりますので、必ず減った分のオイルを足して、常にオイルで蓋をするように保存してください。そうすればかなりの長時間美味しく召し上がっていただけます。それでは新物だからの味わいと食感のアンチョビを使ってアンチョビ手巻き寿司を作ります。どうぞご覧ください。それではこのアンチョビを全部出してみたいと思います。どのぐらい入ってるか見ていただきたいと思います。で、開きにくいんで、ちょっと開きにくい場合はですね、ちょっと硬いものを入れて歪めて、こうひねると開きやすくて、中このようになっています。で、このプラスチックはちょっと浮かないように入っておりまして、船で運ばれる時にこうなっちゃうわけですよ。そうすると身がオイルの上から出てくると、かびたりする原因になっちゃうんで、これが入ってるんですね。これはもう捨てていただいて構いませんので、はい、ギリギリオイルが入ってまして、初めはちょっともうちょっとオイル入れてたんですけれども、もう油もねがひどくてですね、もう本当に今このぐらいのギリギリで決まって、オイルまでもなく、いい感じで入っております。じゃあこれをですね、全部、いや普通やりませんけど、全部出してみ、あ切れちゃった、やってみましょう。うわ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 、もうとにかくぎゅうぎゅう詰めに入ってるんですよ。おーおーおお、新しいんで身がプリプリと、まだ色合いも白い感じですね。で、全部出しましたよ。うわ結構入ってますよね。じゃあこれをですね、何フィレ入ってるか見てみたいと思います。44フィレありましたね。で、お魚三枚おろしになってますので22匹のカタクチイワシが入っているという計算になりますね。材料です。温かいご飯、焼き海苔、オルチョアンチョビフィレ、朝倉エクストラバージンオリーブオイル、シソの葉です。めちゃめちゃ簡単で、パッ、炊きたてのご飯があればもう今すぐできるわけなんです。これはですね、いろいろ私たち試したんですが、炊きたてのご飯が一番合いました。酢飯でやる必要は全くございません。本当に炊きたてのご飯の方が美味しいです。じゃあですね、この4分の1に切った美味しい、成木さんの海苔ですね、これにご飯を入れます。今日はこれ半身、1フィレを半分に分けました。ちょっと塩辛いなんで、
でこれに合うご飯の量を入れました。そしてあればシソを入れるんですが、これがあるとまたさらに美味しいわけなんです。なくてもいいですよ。あれば入れてください。そしてこの上にアンチョビを乗せて、これで出来上がりですよ。めちゃくちゃ簡単でしょ。で、食べ方があるんです。その食べ方は次の画面でご紹介します。それでは試食したいと思います。ここにお皿にですね、わら1本を少し注ぎまして、そしてつけながら食べんですよ。本当に昇天するような美味しい、巻き寿司でございます。簡単に手軽にアンチョビの美味しさがすごく引き立ってて、シソもまたいい味わいを出してます。この手巻き寿司いつでも美味しいんですが、新物の身がプリプリの弾力のある時がより美味しいわけです。ぜひ今の時期お試しになってください。今日も朝倉チャンネルご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。